いやーけど今みたいな試合をね、さっきの桃野選手のような10代の女子の子が見たときどう思うんですかね。私たちは将来こんなことをやらなきゃいけないのかと思うかもしれないですね。いやー、ちょっとこのシードリング後楽園大会ちょっと異常ですね、この盛り上がりがね。第2試合といい、第3試合といい、そしてこの第4試合といい、もちろん第1試合の豊田真奈美さんもそうですけども、ちょっとやばいっすね、これはね。やばいって言うとなんか若者言葉みたいになっちゃいますけども。そんな中、第5試合に移ります。ベストフレンズ対アビットリバル3番勝負。先日のウェーブ8.1に大田区大会で第1戦が行われました。その時は、アビリバの勝利に終わっております。水波が藤本からフォール勝ち。後がありません。ベストフレンズ。先勝いたしました、この2人。大畑美咲、そして水波亮。この試合に勝てば3番勝負、第3戦を待たずして勝ち越しとなります。ありました。ベストフレンズ先頭藤本司、トライアングルリボンのベルトを肩にかけております。そしてその後ろから中島梨紗、シードリング。後がありません。ベストフレンズ。まあ、大田区の初戦で敗れた後にですね、ピンホールを取られた藤本司に対し、中島梨紗が張り手を食らわせました。これが第2戦目、そして第3戦目、最終戦はアイスリボン8月27日の後楽園ホール大会で行われるというスケジュールになっております。返しのゴングが鳴らされました。さあ、先発は大畑美咲と藤本司。初戦、自らピンホール負けを喫している藤本としては、自分の手で1対1に持ち込みたいところです。お互いさあ、ブリッジを利かしてホールをはねのけ、足を出しますが、進んでいくところで藤本がこれをかわします。距離を取ります藤本司。油断はなりません大畑美咲。再び6番、おお、ここで中島が入ってきた。さあ、連携を狙うんでしょうか。中島が入ってきて、藤本と2人でドロップキック。そしてセカンドトップロープに固定して、なんだ、中島梨紗が何か持ってます。あ、これは胡椒ですね。塩胡椒です。そしてその塩、なんと大畑の頭に、
乾杯、シュート故障で乾杯、そして自分もくしゃみ出ないのかな、大丈夫なんでしょうか、これ、故障って粘膜に入るとめっちゃ痛いんですけどね、まあ、前回、塩かけられたからっていうのは確かにありますけども、そこに加えて故障ですからね。シャミ出ないんでしょうか、大畑に。あ、怒った、大畑が怒った、そりゃそうだ、大畑美咲は目玉焼きじゃありません。うわー、怒った、中島有沙の顔面砕けんとばかりにキャンバスに何度も叩きつける。まああれ頭からかけられたの塩コショウだからまだいいですけど、あれがごま塩だったらね、別のプロレス関係者になってしまいます。あー、ちょっと咳き込んでますね。それがアタックをぶちかます水谷亮。さあ、みんなの兄貴が出てまいりました。今日もノリに乗っております。兄貴、先ほど の、 あの大畑美咲選手が顔面何度もキャンバスに叩きつけてた技、なんか顔からバンっていう 技名なんですか、あれは。いや、たまらんですね、これキャンバス中、塩と胡椒で息ができないですね。さあ、噛みついております。中島が噛みついている。もう完全にもうリング上が塩と胡椒で阿鼻叫喚状態になっているのに、まるで心ここにあらずとばかり冷静沈着にカメラを回している村山ペンギンさんが不気味でしかありません。なんでサムライ TV のディレクターの皆様はこう表情が無表情なんですかね。マタロウといいペンギンさんといい、丸め込み合戦、これを中島が制しましたが、カウント1、青コーナーに下がりタッチ、再び大畑美咲が出てまいりました。大畑が怒りに任せてコーナーに叩きつけ、ストンピングな雨あられ嵐。さあ、パートナーの中島有沙が捕まっている間に藤本司は先ほどの塩コショウ、それを拭うためにタオルで顔拭き、そして水を呼吸しておりました。さあ、来たぞ。さあ、気の強い2人が、はる、いやー、こういうの見られて男性である我々はちょっと入っていく余地がございません。いやー、勝ち気ですね、強気ですね。そして兄貴が出てまいりました。ラリアットをかわす、スリングブレード、くるくるくるっと回転してスリングブレード。そして再び有沙と美咲が髪の毛をつかみ合う。しかし、そこに兄貴が入ってきた。さあ、2人がかりのラリアットからフェイスクラッシャー、さらに合体プレー、アビリバの連携、ダブルのギロチンドロップが炸裂いたしました。さあ、冷静に戦えば連勝が待っております。この2人、相手の塩と胡椒を使った攻撃にペースを乱されることなく冷静に戦い試合を進めれば勝利はこの間に込んでくるはずです。至近距離からのラリアットを水波が連発し、そして今度は走り込んでのラリアット、力の逃げ場がないラリアット、ボールに行く、座り込んでの方ですが、カウント2、ブリッジを利かして中島がこれを跳ねのけます。まだ藤本司とはタッチしておりません。藤本司は先ほど自ら自分の頭に胡椒を浴びて引き下がってからまだ一度もリング内に入ってきておりません。体勢を整えております。まあ、先ほどから入ろうとはしてるんですが、大畑にやってこのようにカットされましたので、なかなか入ることができません。今度はキャメルクラッチ、キャメルクラッチ式のフェイスロックになっている。さらに髪の毛を掴んで再びキャメルクラッチ、
さあリミー中央ですが、何なんだろう、あこれも噛みついてるんですかね。とにかく相手に噛みつきまくっております。うわっ、口を押さえてますね。3度にわたりキャンバスに顔面を叩きつけられております。長島理沙悲痛な表情。しかしそちらは自コーナーでありません。ニュートラルコーナーに張っていこうとしたところ、タッチした水谷亮が入ってまいりました。エルボー合戦、振り抜きました。そこからダブルアーム、しかしショルダースルー。中島理沙どうしてもペースをつかむことができません。まあ、それほどやはり水谷亮、大畑美咲のこのタッチワーク、これが欠けてるということになるでしょう。なかなかベストフレンズはタッチすることができません。孤立しております中島理沙。さあラリアットを予告いたしました。ナルシストラリアットを予告、ナルシストラリア、あドロップキック、そしてその後ろに藤本がいた。中島を踏み台にしてのドロップキック、そして中島理沙がスイング DDT。 今度は2人でドロップキックです。低空ドロップキックを見舞いいたします。さあダブルの串刺しドロップキックから、試合権利を持つ中島理沙がコーナー最上段へ。今度はミサイルが飛んでくる。ドロップの後はミサイル、ようやく藤本にタッチ。ドロップキックまだ続きます。おしかし大畑かわした。この辺は冷静沈着、連携、これをゴーッと同収しさせて、おこれも頭を使った攻撃、背中への引きスタンプで大畑の上にプレスさせました。サッカーボールキック、サッカーボールキック、ランニングロー、 PK 炸裂、カウント2、そしてクロスペースに持っていく。体格で勝る水波朗をグラウンドに引き込み、クロスペースで動きを止めております。さらに腕をクロスさせて、ここから極楽浄土へ持っていく、極楽浄土へ持っていく、極楽固めで水波の動きを止めております。さあしかしこれご覧ください、この表情で水波耐えております。先ほど一つ前の試合ですでにザ・グレート・サスキが極楽に行ってしまっております。2人目となるか水波、しかしそれを拒否したりしました。おっとベリートゥーベリー、試合時間10分経過、ベリートゥーベリーからスピアを炸裂、カウント2、そして得意の裏投げに持っていくのか、裏投げ、そのままポール、そして上げた肩をキャッチして、一軸に行く、一軸、さあ一軸に行った、回転させる、回転させる、回る回る、一軸が回る、中島はカットに行く、カットに入れない、大畑が抑えている。さあこのままギブアップを奪えば連勝だぞ。藤本大戦に続いて敗北を喫するか、この必要な一軸肩固め、まだ逃げられない、まだ逃げられない、これはきつい、これは厳しい、苦悶の表情、藤本司、リング中央です。中島はどうしても入れない、中島はどうしても入れない、大畑が抑えております。自力で脱出することができるか、藤本司、足を伸ばしている、足をロープに伸ばしているが、到達するか、到達するか、到達、到達、まだ届かない、まだ届かない、かろうじて届いた、かろうじ、しかし離しません、兄貴が一軸離しません、ようやく離しました。相当今のでスタミナを消耗したと思われます藤本司。そしてこちらは
体力を消耗したところでパートナーにタッチ。大畑美咲余力十分。しかし藤本も追います。コーナーに駆け上がって、ちょっとバランスを崩した、アウト。バランスを崩したのが命取りとなってしまうか。フットスタンプ容赦ない。大畑美咲全く容赦ありません。さあこれは先ほどの中島続いて今度は藤本がピンチ。なんとか、おーおーおー、あ、ようやく入ってきた。さあ中島が入ってきた。顔面を蹴り飛ばし、ベストフレンズのダブルの攻撃いけるか。ジャーマンスープレックス、そしてもっとジャックナイフちょっと空振ったが、そのままエビ固め、パンツ。リカバリーが早かったです。流れを変えることができたでしょうか。ベストフレンズスバット、ダー顔面、そこにギロチンドロップ、さらにジャーマンスープレックス、ホールドカウント2。フィッシャーマン、これをしのぐ裏剣もディフェンスし、円錐切り、もう一回バックブロー、裏剣をこれをかわし、正面から飛びつく裏剣ラナー、カウントツー。すぐさまテイクドロップ、ビッグリカバリー、そしていい形で中島にタッチ。さあ、キキとした表情の中島梨紗が飛び込んできた。ジャーマンスープレックス、まず一発、グリップ発射数、もう一発。さあ3つ目が決まれば3リリース、3リリースジャーマン。しかしまだ終わらない、まだ終わらない、3発くらいしてもまだ終わらない。3リリースから4リリースジャーマン、スープレックスホールドカウント2。大畑の動きが止まりました。この辺傘にかかって攻め込むと手がつけられない状態となります中島梨紗。さあもう投げられまいとロープにしがみつく大畑ですが、これを強引に切り離そうとする。うおっと変化キックをかわし、すぐさま兄貴がエルボー、逆襲の顔面蹴り、顔面を蹴る、相手の顔を蹴るのに容赦がない女たち。うわ、蹴る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 、しかしその顔面で受ける、ノーガードで受ける中島梨紗。さあ顔を蹴られば蹴られるほどこの女には火がついてくる、火がついてくると手がつけられなくなるこの2人。エルボー合戦、引かない、どちらも引かない。大畑もカウンター、そのまま抑え込んだ、カウント2。おっと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 、15分経過、残り5分。3番勝負第2戦は20分1本勝負。ロープに飛んだ大畑、エルボーで動きを止める。中島が今度はロープに飛ぼうとするが追走する、ラリアット、そしてキャッチしてキューティースペシャル、カウンター、ドンプツ危なかった。カウントのキューティースペシャル、なんとか自力で跳ね抜けました。しかし大畑の動きが止まる。勝負を確信したかのようなガッツポーズを見せたのは中島の方。いやー、まだ分かりません、一進一退、どちらも強気、どちらも勝ち気。ここで藤本が入ってきた、中島をフォローし、フットスタンプかわされた。ここに入ってきてランサルスのように連行してしまった。そしてアルゼンチンから、そこにダイビングボディープレス、アルゼンチンバックブリーカードロックからボディープレスを合わせる
攻撃。いや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 、あの手この手を使ってきます。水谷亮、そして大畑美咲、一時は女子プロ界で無敵を誇っていたベストフレンズに先勝し、そしてこの試合も連勝あと1本まで来ております。残り時間あと3分、ブルーダリアが決まったんですが、これもカウント2、そこで残り3分。中島もまだやり返します。回し蹴りが顎の先端に炸裂。そこから中島はフルネルソン、ここで藤本連続からダルマジャーマン。おっと、水谷が間に合った、ブリッジを崩したダルマジャーマン、これで勝負に出た中島ありさでしたが、ならばとうるさいとばかりにダブルのキックを水谷、そしてさらに大畑へ。ここで両腕ラリアットを頼れる兄貴、ジャックナイフ、ジャックナイフ、ジャックナイフ系味方で、ちょっと体勢が崩れたか、カウント2、体勢が崩れた分カウント3に至らず、頼れる兄貴の両腕ラリアットで流れを変えることができたか大畑美咲。しかし中島はまだ口当てない、中島はまだ口当てません。持っていけない、後頭部のラリアットな、さあここで丸め込む、カウント2、邪魔するなとばかりつかつかと兄貴に寄っていきました。しかし試合権利があるのは大畑だ、その大畑に襲いかかるのは藤本の方。さあ4人入り乱れての大乱闘、残り時間はありません、残り時間ありません。ジャーマンスープレックスの投げっぱなし、そしてさらにジャーマンを決めたのは大畑と、そして中島という試合権利がある2人。残り時間1分、20分1本勝負19分を経過。さあダブルスレッジが中島ありさの顔面を捉えました。大の字、中島大の字。藤本は水波に向かっていきましたが、その藤本が排除されました。さあスープレックスの体勢からラリアット、合わせ技、そのままスープレックス、慌てて藤本が入ってくる、間に合った。残り時間30秒、これも合わせ技、フラップジャックとスタナーの合わせ技、そしてリストクラッチのフィッシャーマン、花丸ドッカン、これも右肩上げた中島、スリーカウントには至らない。さあダブルの攻撃を狙うが、藤本が入ってきてこれを回避。中島はダルマジャーマン大畑へ、そしてインフィニティ、ここでゴング。中島のダルマジャーマンと藤本のインフィニティが決まったところでフルタイム、タイムアップです。いやー、一つ前の試合とは違った壮絶な一戦、ベストフレンズ対アービットリバル3番勝負2は、なんと20分時間切り引き分けです。これによりまして、アビリバの1勝1分けということになりますね。聖魂突き当てたとばかりに、戦っていた大畑と、中島が枕を並べるようにして大の字、そこに寄り添う藤本司と水波亮。これはちょっとね、今日本当サスケ目当てで見たのにすごかったって今コメントありますけど、今日は結構普段女子プロを見ない道の駅のファンの皆様も見てると思うんですよね。そんな中であの準決勝2試合と、そしてこのタッグマッチですよ。いやー、どうすか、これちょっと多分今日ね、これ七重さん見てんじゃないかと思うんですけど、七重さん、これかなり普段女子プロ見てない層にこれアピールできてますよ、今日の大会は。そしてリング上はまだ収まらない4人がつかみかかろうとしております。
さあ、この後アイスリボン 8.27 後楽園大会で第3戦が行われますので、この3戦目にベストフレンズが勝てば1勝1敗1分けとなりますが、果たして3戦目はどうなるでしょうか。